ていきます。まず半分に折ります。から ターレットレンズを切っています。アンテナを切ります。レンズのスリットを切っています。ちょっとリベットとかは切れないんで、型に金具がついてるんですが、難しいです。あとは1個を切り離します。からレンズの中の中身を抜きます。こっちも、これを通します。こんな風にターレットレンズが動きます。で、ここを折ります。全体がここからちょっといまいちですけど、よいしょと。
いまいちですけど、なんとなくスコープドッグです。